どうもこんにちは、今回はですねホットサンドメーカーです。今までですねホットサンドメーカーのレビュー動画なんかも出してきましたが、一番最初に買ったのがですねこちらのホットサンドメーカーでした。これ結構作りが良くてですね、まあこんな感じになってて、まあちょっと中ねはげちゃってますけども、これはですねこんな感じで分解できるものです。分解できるので、まあ両方フライパンとして使うこともできますし、まあ普通にねこうやってホットサンドメーカーとして使うこともできると。で2つ目に購入したのが確かこちらだったと思います、ダイソーのホットサンドメーカーですね。これはフラットタイプになってまして、ここがね分離できません。分離できないタイプのホットサンドメーカーです。確か1000円だったかな。まあ分離はできないんですけども、ここが平らになっているので結構ね料理はしやすいです。まあ、お好み焼き作ったりとかですね、まあ、いろんな料理を楽しみたいという場合はここが平らの方がまあやりやすいのかなと思います。というのがこのダイソーのホットサンドメーカーです。で次がですねこちらのホットサンドメーカーです。こちらはですね商品開発なんかも一緒にさせていただいているスケーターさんの製品なんですけども、まあ、一番の特徴はこれでしょうね。キャラクターものっていうところ。ホットサンドメーカーを焼いた時にですね、これだと、魔女の宅急便のねキキのマーク、それがね刻印されるようになってます。スケーターさんはですねこういったキャラクターもの結構出してるので、一回ちょっと見てみると面白いんじゃないかなと思います。でこうやって並べてみるとですね、ホットサンドメーカーっていうことで同じような感じはするんですが、ちょっとずつ違ったりします。まあ、単純にですね素材が違うっていうこともあるんですけども、こういうふうにね平らなのか、それともこういうふうに刻印ができるのか、あとここに凹凸があるのかとかですね、それぞれ違いがあってですね、まあ、ホットサンドだけをやりたいのか、それともホットサンドメーカーを利用して違う料理もやりたいのか、そういった感じでですね選ぶべきホットサンドメーカーっていうのは変わってくるのかなと思います。ホットサンド以外も作りたいという場合はこういったフラットタイプが一番おすすめです。とまあそんな感じでですね、ホットサンドメーカーっていうのは用途に応じて選ぶのがいいと思うんですけども、今回はですね視聴者の方から情報をいただきました。まあ、どっかで見たことあるようなやつですよねこれ。最初ねキャンドゥに行った時は、ホットサンドメーカー見はしたんですけども、これをね売られてると思わなくて、一回スルーしちゃいましたけどもね、ちょっと出してみます。こんな感じ。こちらがですね一枚焼きホットサンドメーカーです。ちゃんとここロックができるようになってますね。ロックができるようになってて、お結構小さいな。でこれですね買うかどうかちょっと悩んだんですよ。悩んだんだけど、まあ、決め手としてはですねここが外れるんですよね珍しく。で着脱方法なんですけども、こうグッと開きます。開いて開いて、もう完全に開き切ってですねスライドさせることができます。スライドすると開くので、まあくっつけるときはまた今度逆ですよね。こうなんていうんだろうな、ちょっとこの辺で噛むようになっているので、こうくっつけて着脱するということになってます。でこれのですね大きさ気になると思いますので、大きさちょっと測ってみます。この中を測った方がいいのかな。中を測ると、15センチですね。横幅が15センチ。横幅15センチの、で、縦幅がですね、まあ、7センチいかないぐらいですね。6.7 センチとか、そんぐらいかなと思います。今横にですね、ダイソーのホットサンドメーカーを置いてみました。これは横幅が 14.5 センチ。そして縦幅がですね 12.5 センチぐらいでしょうか。ちょっとね食パンの長さを測ってみるとですね、食パンの長さは横幅が 11.5 センチあるかないかぐらい、縦幅はですね12センチから 12.5 センチかなというところです。まあ、このホットサンドメーカーはですねこうやって食パンを置いてグッと挟み込むような形になります。例えば僕なんかはですね朝食べるとしたら食パン1枚なんですが、ホットサンドっていうのはですねサンドっていうだけあって食パンを2枚使います。なのでどうしてもですねちょっと量が多いなと思ってしまうところがあったんですが、こちらのね1枚ものであれば、それが半分で済みます。まあ、そういう意味で言えばですね、結構いいものなんじゃないかなと思うんですが、やっぱりこの構造ですよね。構造がこういった感じにくぼんでる構造になってますので、こういう感じですね。まあ、この製品に関してはですねホットサンドみたいなものを作るのが、まあ、一番向いてるのかなと思います。まあ、あと考えられるとしたら、まあ、こんな感じでですね1個だけ使うようにして、このくぼみに例えば油とか
を入れて串カツを作るとか、まあ、そういった使い方はできそうだけど、だったらメスでやるしなっていう感じがするので、やっぱりホットサンドが一番いいのかなと思いますね。まあ、とりあえずですね、まあ一番最初の料理ということになるんですが、まあやっぱり一番ねオーソドックスなホットサンドをまず最初に作るべきかなと思うので、まずはね食パン、チーズですね。今度はハムを乗せます。食パンはですね、これまたオーソドックスな6枚切りのものを用意しました。じゃあこれをね今度挟み込んでいきますか。多分ちょっと押さえながらじゃないとね挟めないと思うんだよな。お、いけたいけた。で、ここのロックをかけます。あとはまあこれをね焼いていきますが、なるほど。ちょっとねこれこのまま置こうとすると安定感にちょっと問題があるのかな。これ今外のシングルバーナー使ってますけど、これじゃない場合とかもあると思うので、できれば多分こういうねバーナーパッド置いてやった方が良さそうです。バランスの問題ですね。ちょっとこれは重さの問題があるかも。このバランスがですね取りづらいというか、どうしてもこの持ち手の方が重たいのでちょっとこう落ちてきちゃいますね。この辺はまあ工夫次第でしょうね。さあ焼けたと思うんでね見てみましょう。よいしょ、いい感じ。裏側はどうかな。裏側もいい感じですね。どうかなと思ったんですが、意外とこのここが折ったところですよね、つなぎ目が結構くっついてますね。このナイフは、今販売中のオピネルナイフケースです。オリジナル製品となってますのでぜひご覧ください。ちょっと切ってみましょうね。じゃあちょっといただきます。うまっ。これやっぱり食パン1枚しか使ってないんで、そこまでね朝がっつり食べなくていいよっていう方はねこれちょうどいいぐらいの量なんじゃないでしょうか。こういう動画撮るのもねすごい久しぶりですけども、まず最初にですねソース作りからいってみたいなと思います。まずケチャップ、もうちょい行こうか、これぐらい。そしてマヨネーズで、ここにちょっとねニンニクいきます。クミンプラスで、チリパウダー。そしたらこれを混ぜます。はい、それではね作っていきましょう。まずここにタコスの生地ですね、タコスの生地を置いていきます。トルティーヤってやつですね。ここにキャベツです。そしてローストビーフ、ちょっと多めにいきましょうかね。3枚、いや4枚いきましょうか。そしてここに先ほど作ったソースをかけていきます。ここにトマト、そしたらこれをですね挟んでいきますと。うまくできるかな。まあこれ言ったらね焼かなくてもいいんですけど、もうね勘のいい方はですね何を作ったのか分かるんじゃないかなと思います。ケバブですね。
こういう作り方すればね、ケバブっぽいものが作れるんじゃないかなと思いまして、ケバブ風サンドをねちょっと作ってみたいなと思います。まあ、具材はすべて生でも食べられるものばっかりなので、まあ、ちょっと温める程度でいいかもしれないです。さあできました。よいしょ。そんなに焼いてないのでしっかりねくっついたという感じではないんですけども、一応跡はついてますね。さあどうでしょう、ケバブ風サンドの出来上がりです。ちょっと食べてみよう。うまい。これは全然ありだな。ということで今回はキャンドゥの一枚焼きホットサンドメーカー、こちらをですね2つの料理を作りながらご紹介してみました。まあ、最近ですねこの形のホットサンドメーカー流行ってますよね。従来のものと比べてやっぱり半分ぐらいしか大きさがないので作れる量ってのはね限られてくるんですが、その分ですね今までのホットサンドメーカーだとちょっと量が多いんだけどなと思ってた方にはちょうどいいサイズのホットサンドメーカーだと思います。まあ、今回ご紹介したようにですね挟む料理だったりとか、あとはねちょっとしたおつまみ、もうおかずというかおつまみですよね、そういったものを作るにはね十分だと思いますし、もう朝ごはん用みたいな感じでですね割り切って使うのもいいのかもしれません。この製品はですねキャンドゥによっては置いてあるところと置いてないところがあるようです。気になる方はですねお近くのキャンドゥでまずは探してみてはいかがでしょうか。それでは